ながっていけるように、無限の第一歩踏み出して、今走り抜いてこう。君の世界でずっと君を待っていたんだよ。いつでもどんな風にでもなれるというのに、タランタラポケットさ、待ったままでいいの。いつかの後悔だって君を待っているんだよ。未来の延長線で夢に変えてくれんの、今までの僕らを救いに行くよ。もういいかい、君の合図から配置について、もういいよ、進めいざ参ろうとする、どうしよう、始まりに遅い早いもないよ。さあ素晴らしい、今日からまた始まっていくんだろう。つまりだけポケで輪になれ、もう無敵なんだ。そうすればまた心から泣き出しそうになってて、大丈夫なんだろうな。ほら一緒に未来に恋をしよう。お前とサッカーしようと思ってさ。僕とサッカーを？いや待ってください。今日水木と一緒に試合を見たよ。え、キャプテンと？インドさん、お友達だったんですか？まあな、あいつインハイ予選の二次トーナメントには復帰できるんだろ？はい、多分。水木のいない成績じゃつまんねえからな。ところが困ったことに、水木が戻れば17番のお前はメンバーから外れるだろ？ええ、そうですね。それは間違いないと思います。だからさ、俺と今からサッカーやんねえか？え？とこがあったんですね。子供の夢は大体デパートの屋上にある。個人フットサルに参加する人は受付前に集合してください。ほらこっちだこっち。あ、はい。個人フットサルに参加する人は受付前に集合してください。あの、個人フットサルって？やりたい奴らが集まって即席でチームを作ってゲームするんだよ。はあ。では青と黄色のビブスを着てください。はい。勢いに押されてついこんなことになっちゃった。しかも引導さんとは別チーム。ガン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 攻めまくろー。あおー、勝つぞ。勝つぞ。あおー。でもせっかく強い高校のキャプテンと練習できるんだから、何か勉強させてもらわないと。成績だよね。そのユニフォーム、マジ名門じゃん。いや僕下手っぴなんです。よろしく。あ、はい、頑張ろう。皆さんよろしく お願いします。そんなのいいから、気楽に行こう。はい。公式戦の張り詰めた雰囲気とは大違いだ。あっちのでけえやつ。どうしたの？あれ、インドじゃねえか。インド薫。え？まさか。こんなとこに？いや、見ろよ、あのボールさばき。おっとせい。本物？はい、インドさんです。桜木高校キャプテンの。マジで？冬の選手権出た作高。なんかすげえの来ちゃった。俺あいつの試合見たことある。激しい雨の泥試合だった。とんでもねえシュート決めててさ、ビビったぜ。鬼みてえだった。それでは試合始めます。
きっとガンガンシュートしてくるんだろうな。いきなり。すごいパス。相手を全然見えてなかった。やっぱりすごい人なんだ。でもなんで自分でドリブルしてシュートまで行かなかったんだろう。インドさんほどの人なら。たった10分でこんなに差が。いやあ、どんまいどんまい。どうも。さすがだよな、インド。ああ。けどさ、一度もシュートなかったな。あんなタイプじゃなかったんだが。そりゃ、なあ。個人フットサルだから。ここで鬼のミドルとか出されても。それもそうだな。やっぱり。手加減してくれてるんだ。よし、日本で行くぜ。さあ、楽しく楽しく。あの、インドさん。もしかして遠慮してるのかもしれないんですけど、本気出してもらって全然構わないですよ。本気？いや、パスばっかりじゃなくて、インドさんなら簡単にドリブルで抜けるでしょうし、シュートだって我慢されてるみたいで。パスよりドリブルやシュートの方が本気か。え？遊びだと思ってんのはお前の方だろう。え？いや、そんな。いや、思ってるね。ここに来て緩い空気を吸った時、そんで仲間の雰囲気を感じた時、例えばキックオフ直後、俺はあの2番を抜けた。だがフリーでパスを欲しがってた10番に出せばゴールが決まる確率は高くなる。だから俺はそうした。パスを欲しがって。俺はいつでも本気だよ。勝つためにパスが必要ならパスをする。シュートが必要ならシュートする。俺は勝つ。無様でもいい、足がもげてもいい、絶対に勝つ。サッカーの神様にこの身全てを捧げたんだ。だから俺は勝つ。それが俺のサッカーだ。お前もお前のサッカーを見せてみろよ。僕のサッカーと言われても。なんとか1点。ああ、1点取りたいよな。みんなで。そうだよね、インドさんだけじゃない。みんな勝ちたいに決まってる。僕も勝ちたい。インドさんに勝ちたい。みんなで勝ちたい。一番下手な僕がせめてチームで一番走るんだ。こっちでーす。裏走ったぞ。愛想巻きしろ。そっち、こっちだ。なあ、ちょ、やったぜ。
しろ。とことん走るんだ。お、やったな。ナイスラン。いいおとりだったよ。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。誰よりも誰かのために走る。ずっとずっと、それが僕の目指すサッカーです。お前に番号を教えた記憶はないぞ、インド。チャリで来たな。時間ぴったりだ。うるせえ、何の用だ。ふん。こいつ連れて帰ってくれ。なんで寝てんだ。フットサル10本ずっと俺について走り回ってぶっ倒れた。なるほど。ふん。瑞希、今ならうちはお前らに勝つ。ああ、1ヶ月後お前が復帰しても勝つ、風間がチームにフィットしても勝つ、うちは負けない。だが1ヶ月後の塚本つくしがフィットするとどうなるか、それだけはちょっと俺も予想つかねえ。楽しみだよ瑞希、成績とやるのが。俺もだ。インドって作家の？うん。すごいな、つくし。有名な選手だぜ。あんなのと渡り合うなんて。渡り合ってないよ。一方的にやられちゃったよ。でも、ちょっと気づいたこともあって。つくし、靴ひも切れかかってる。え？あ、ほんとだ。うわ。君下先輩。おい、誰んだこれ。は、俺だっす。すいません。こら、地面に放り出しておくんじゃねえよ、たわけが。いつも道具は大切にしろって言ってんだろ。すいません。死ぬか。申しません。大切に使います。すいませんでした。君下先輩、マジ怖え。大丈夫カックルス。あの人常にキレてる。読めない。言ったろ、ここはまだこの時間でもやってるって。うん、入ろ。ごめんください。お邪魔します。ああ、君下先輩。チーズ。風間と抜け作じゃねえか。知りませんでした。君下先輩がこんな店でアルバイトされてるなんて。ああ、分かってます。成績はバイト禁止なんで。内緒なんですよね。ああ、つくし、つくし、ここ君下くんの家だから。くん。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっとだけ小さいお店だなんて言って。まだ言ってねえよ。殺すぞ。てめえも。すごいですね、お家がそのスポーツ店だなんて。すごくねえよ、店番させられて迷惑だ。はあ。風間、アイス買ってこい。やった。お前のじゃねえよ、たばけ。じゃ行ってくるわ。うん。てめえの分買うなよ。うわ、君下先輩と二人きりだ。てめえ。はい。何しに来たんだよ。そうだ、そうでした。スパイクの紐が切れちゃって、新しいのが欲しいんです。うん。はい。1000円。200円って書いてありますけど。じゃあ200円。あ、はい。ありがとうございます。お前といるとストレスたまる。ああ、
ごめんなさい、今すぐ帰りますので。今じゃなくてピッチの中。え、お前にパスなんて出せねえよ、下手すぎて。あ、パスの選択肢一個死ぬんだよ。あ、部に入ったのはお前の勝手だよ。メンバーに選んだのも監督の判断だ。だけど正直お前がピッチに入る意味が俺には分かんねえ。あ、お前にはパス出さねえよ。俺の役目は成績を勝たせることだ。そのための選択肢にお前へのパスはねえよ。アイス買ってきました。食ってんじゃねえよこのタケが。パスってどうやったらもらえるのかな。風間くん、考えたことないな。パスが欲しいなって思った時、君下くんはパスをくれるし。おやれやれ、今日は二人も客が来て疲れちまったぜ。あのタワーか、スパイク忘れてんじゃねえか。道具を粗末にするやつは死ね。あいつ部に入ってまだ2ヶ月だよな。なんでスパイクがボロボロなんだよ。俺もガキの頃よくスパイク吐き潰したな。親父、出前取るぞ。あ、君下先輩。こっちに。誰かなんかした？死にたくない。おい、塚本。君下先輩、昨日はお邪魔しました。塚本が君下先輩と普通に喋ってる。あの、それでですね、僕実は店にスパイク忘れてっちゃったと思うんですが。あ、それ塚本。はい。お前んちって貧乏？なんてナイーブなところを。あ、母子家庭で裕福ではないですけど、毎日幸せいっぱいです。うちと変わんねえな。あ、すみません、ありがとうございます。次忘れたりしたら殺す。はい。何これ、まるで新品みたいにピカピカ。あの、これ紐も新しくなってて、ほつれたとこも直ってて。黙ってさっさとボール出せ、準備しろ。はい。ボロいけど。はい。よく柔らかくなっていた。え、動物の皮ってのは水に弱いから、常に手入れしねえとすぐ硬くなっちまう。一目で分かったよ、お前がどれだけ大事にしてるかな。いいスパイクだ。褒めてる。だけど今度はうちで買え、安くはしねえがな。はい。うるせ。よし、5対5だ。オフェンス組、ディフェンス組に分かれろ。はい。君下。あ、今日のパスはズキュンにしてくれ。だからさ、何言ってるかわからねえから、いつもいつも。少し。あ、僕のやることは走る、走ることだ。誰かの分少しでも走れればいい。君下だ、パスコース切れよ、抜かれんな。頭に行ったぞ。前を向かせんな。
僕にはパスを出してくれない。あの時10番はパスを欲しがってたしな。あ、欲しがって。パスが欲しいなって思った時、君下君はパスをくれるし。ただ走るだけじゃなく、自分が点を取るって気持ちで走らないといけないんだ。ボールが欲しいって僕のところに、パスが欲しいって。塚本が中に入ったぞ。僕はシュートもドリブルも人より下手だから、人より考えなきゃダメなんだ。セバに入るぞ。振り向かせるな。大柴先輩みたいにいつでもパスをもらえる体勢で。風間が裏狙ってるぞ。風間くんみたいにゴールに対して半身になって、君下先輩がパスを出しやすいように走るんだ。ただ走るだけじゃなく、しっかり考えてパスを。お前にはパス出さねえよ。俺の役目は成績を勝たせることだ。ください。しょうがねえな。何？塚本がフリーだ。全員逆を突かれた。行け。勘違いするなよ、抜け裂け。これが最善だっただけだ。君下先輩、決めろ塚本。やっぱてめえには二度とパスしねえ。やっぱりサッカーは楽しい。それだけで何もいらねえ。あれ、あいつどこ行った？また走ってやがる。楽しむことが一番なんだぜ。